世界ではコロナ対策が急務となり、パンデミックから数年経った今も、その脅威にさらされているよね。コロナの影響で、アメリカの原子力空母が運用停止状態となったし、潜水艦での感染も出てきているもんね。水の中では臨機応変に対応、完全防備の潜水艦だが、それゆえにこのパンデミックの大打撃を受けることになったんだろうな。そうだね。さて今回は、中国対台湾についてとオーストラリアの潜水艦計画について、詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。さて、潜水艦をはじめとする密閉空間では、ウイルスだけではなく、インフルエンザなど感染症にも気を使っている状況なんだ。コロナだけではなく、それ以外の病気ですら気をつけなければいけない密閉空間、ストレスもたまりそうだね。ちなみに、潜水艦での生活空間はベッド1畳だけのプライベート空間があるだけというかなり簡素で、それも、雑魚のような寝転がるだけ。そんな場所に、何人もの海事隊員が生活しており、個人のスペースがないのはもちろん、仕切りなどもないため、もし、このような狭い空間で一人でも何かしらの病気を発症してしまったら、潜水艦での広がりは一気に拡大するのは目に見えているぜ。それにしても、中国は人だけは大勢いるので、どんなに感染対策を行ったとしても、どのような状況かでも関係ないだろうね。現在、アメリカの原子力空母が機能停止状態で、台湾海峡から仕掛けてきているということもあり、軍事防衛が一番の優先順位だろうし、感染対策は二の次になっているのが現状だよ。中国が、台湾をどう防衛できるのかも気がかりとなるよね。台湾は、中国南東部沿岸からおよそ160キロ離れた場所に位置していて、いわゆる第一列島線にあるため、アメリカの外交政策にとっては重要な友好地域が含まれるんだ。中国が台湾にこだわる理由は、もっと力をつけるためという、この一言に尽きるだろうな。というのも、中国が台湾を統一すれば、西太平洋地域でより自由に力を誇示できるようになるから。さらに、グアムやハワイなど、中国から遠い場所にある米軍基地さえも、脅かす可能性が生まれてくるぜ。しかし、そもそも中国と台湾は別の国であることも事実で、それは、かつて清が中国を支配し始めた17世紀にまで遡るんだけど、この時、台湾が完全な支配下に置かれたというね。その後、中国は日清戦争に敗れ、そのタイミングで台湾は日本の領土となったんだ。そして、1945年に日本が第二次世界大戦に敗れると、台湾は再び中国のものになってしまったってわけ。中国大陸では、この頃多数の内戦が勃発していて、中国は台湾についてこう話しているよ。台湾はもともと中国の省だった歴史がある。しかし、台湾人は同じ歴史を根拠に、これまで中国の一部だったことはない、と主張しているんだ。中国における台湾防衛は、こういった歴史的背景も関係しているのかもしれないね。そんな中国といえば、あの初建造の強襲揚陸艦が火事となり、最悪のシナリオとなっている初の強襲揚陸艦でストーブル機でも運用するのか、甚だ疑問だよね。火事といえば、オーストラリアの潜水艦計画ももう白紙か、そこまでではないのかもしれないけど、進んでいないことが分かったのも衝撃的だったね。では、そんなオーストラリアで建造するはずのアタック級潜水艦の話をしていくよ。2019年7月、フランスでは新型の潜水艦であるシュフラン級原子力潜水艦が進水式を迎え、同艦をベースに通常動力型に換装する予定のオーストラリアのアタック級潜水艦にもようやく進展が見られそうだったんだ。それでも、当初のスケジュールよりも遅れが生じているこのアタック級潜水艦計画は、合計で12隻の建造が予定されているとはいうものの、今や1隻5000億円を超える費用となっており実現が危ぶまれているよ。すでに、2016年にオーストラリアが、このフランス案を正式に決定するまでの過程において、日本の武器輸出のハードルが下がった時期とも合致したため、初の武器輸出になるかと注目を浴びてた案件でもあるんだ。今でも一部に日本の逆転採用かと喧伝する報道もあるが、現実的にはもはやその可能性はほとんどないと言えそうで、武器輸出の経験値に勝る他国と日本とでは競争にならないのが実情だろうな。海上自衛隊の主力兵器である潜水艦は、このオーストラリアへの提案にも上がった総遊型がこのところ毎年1隻ずつのペースで建造されていて、次の型の3000トン級もすでに寄港されているよ。そうした意味からも、無理にオーストラリアに潜水艦を売買する必要性は低かったとも思われ、果たして日本に決定していたら今頃どうなっていたのかとむしろそちらの方を思うと冷や汗ものだったのではと感じるよね。そもそもフランスは押しも押されもせぬ武器輸出大国であり、NATO の主要な加盟国でありながらも、伝統的に独自の兵器生産を維持していて、エジプトをはじめインドなどにも多数の輸出実績を持っているぜ。
特に、アメリカと一線を引いた独自路線は相変わらずで、ラファールなどの戦闘機はそうしたニーズに応えた形でアメリカからの輸入が困難だったり、高額だったりとされている国に導入されているんだよな。武器輸出という事象の人道的な観点からの否定ではなく、これをビジネスとして割り切って行うフランスと対峙して、潜水艦を売買するような立ち回りは、そもそも気が弱く真面目気質な今の日本には無理だったのだろうと思えるぜ。ただ反面、このオーストラリアのアタック級潜水艦計画でなくとも明らかなことだけど、必要と思われる兵器が自国で生産できないのであれば、必然的に売ってくれる国から購入するしかなくなってしまうよね。日本の場合、潜水艦や護衛艦などの艦艇はまだ自国で建造しているものの、次期戦闘機開発計画は存在しているとはいえ、戦闘機の分野ではもはや自国製造は厳しいのではないかと感じられるんだ。すでに護衛艦の兵装などを含めると、そのほとんどを日本はアメリカに依存している状態であり、オーストラリアの現状を見て他人事だととやり過ごすことはできないんじゃないかな。このあたりは、日本が長い間核兵器廃絶条約を批准しないことなども関係しているのかもしれないね。アメリカの核の傘に入っていない日本にとって、自分を守ってくれている国を裏切るのは、それこそ日本人に合っていないのかもしれないし。さて、オーストラリアのアタック級潜水艦計画が本当にフランス案をキャンセルするのかどうかは不明と言えるんだけど、仮にキャンセルした場合の選択肢はドイツからの輸入しかないのではないかな。折しも2020年4月にはインドネシアが韓国からの潜水艦の調達計画を中止して、トルコからの調達に切り替えるのではないかというニュースも伝えられていたしね。興味深いのは、ここでトルコが用意する潜水艦も、もともと韓国と契約を交わしていた潜水艦も、大元は両者ともドイツの潜水艦にたどり着くという可能性が含まれていること。トルコは韓国と異なり、燃料電池式の非対機依存型機関を搭載した潜水艦を他国へ輸出用途で生産することも認められており、このライセンス生産分にインドネシアが傾いている様子だよ。もしこれが現実となれば、インドネシアの行為が国際的な審議上から非難を受けることは間違いないようだが、相手国が韓国ということもあり、ある意味日本などでは多めに見られる傾向が強いようだな。インドネシアは、まるで小さなインドかのように、西側からも東側からも各種の兵器を購入しているんだけど、将来的にはこのままの路線で大丈夫かと少なからぬ危うさも感じてしまうよ。そんなインドネシアにはインドネシア国軍というものがいて、正規軍は総兵力39,500人、陸軍海軍空軍の3種軍から成り立っているんだ。2021年には、民間人による予備部隊コムカットが発足したということもあり、直近軍事力をパワーアップさせようとする動きがあるのがわかるね。インドネシアは東南アジアに広がる、世界第4位の人口が散在して生活していて、国土と領海排他的経済水域及びその上空の防衛負担が大きいことから、アメリカや日本をはじめ発展途上国の力を借りなければならない状況なのかも。いくつもの宗教があることから、いくつかの民族紛争を抱えているため、国内治安維持も国軍の重大な任務の一つと言えるだろうな。今後は、国内の抑制だけではなく外交もしっかりと行う必要がありそうだね。足元を見られやすい立場にいるからこそ、相手諸国に良いように使われるということがないようにしてほしいものだな。オーストラリアほどではないにせよ、新しい潜水艦を欲しがる国は、その調達に少なからずドイツの影が見え隠れしているようにも思えるんだけど、実のところどうなんだろうね。フランスとドイツは、かつての複数回の渡って直接の戦争相手となった過去があるにもかかわらず、新型の戦闘機や戦車の開発においては利害関係が一致し、共同開発プロジェクトを推進しているよ。こうした中でオーストラリアがフランスとの契約を取りやめてドイツに乗り換えることがあるとすれば、フランスとドイツの関係性に与える影響がどうなるのか、そちらも気になる部分だと言えそうだね。オーストラリアのアタック級潜水艦計画が本当に通常動力型潜水艦として収益するのか、ちょっと常識の範囲を超えている調達価格に費用対効果も含めて改めて注目すべき時期なのかも。それじゃあ今回はこの辺で。よかったら、チャンネル登録してね。